キシユータのトベ加入に、連会談 TBS プロデューサーが、背中から切りつける真似、発言で大炎上。ジャニーズ事務所の元キング・アンスメンバー、キシユータが、新たなエンターテインメント会社、トベ、への合流を発表し、新グループ、ナンバー・アイ、の結成を発表したことが、ファンと業界内で波紋を広げています。 一方で、騎士の元仲間である長瀬廉、高橋山がジャニーズ事務所に残留し、グループキング・ブンスとして活動を続けている中、騎士のファンと長瀬廉、高橋山のファンである連会タンたちの間に複雑な感情が渦巻いています。騎士ユータの飛べ加入についての発表は、2023年10月15日に行われました。 その前に、騎士は9月30日にジャニーズ事務所を退所し、都米への合流が待ち望まれていました。合流発表とベッドオッペイ YouTube ようっつべ生配信で行われ、騎士は以前とベッドオッペイに所属していた平野塩と神宮寺雄太と、共に新しいナンバー・ I E の結成を宣言しまし。また、 合流発表と同時に騎士はソーシャルメディアプラットフォーム X、旧ツイッターも解説し、3人の仲良しショットを投稿しました。ファンからは大きな歓迎の声が上がりました。しかし、一方で騎士ユータの合流発表は、連海胆として知られる長瀬角と高橋山のファンたちにとって複雑な感情を呼び起こしました。 ジャニーズ事務所が性加害問題で揺れる中、長瀬角と高橋山はグループを脱退せずに残留し、キング・アンド・スの活動を続けています。これに対して、連会団た,たちが様々な感情を抱いていることが SNS 上で表明されています。連会団の複雑な感情。多くの連会団た,たちが、岸優太、長瀬角、 高橋山の動向に対して複雑な感情を抱いています。騎士の飛べ合流により、彼らは別々の道を歩むことになり、これがファンたちにとっては心情的に難しいものでした。以下は、連たんたちの一部の声です。こんなえぐいだった今まであった どんな気持ちで、連会は三人を送り出したんだろうと思うと辛すぎる。連会が背中を押して送り出したから応援しようと思ってたけど結局集まるんだったら五人でもできたんじゃないの。三人ともしがらみから放たれたような、ほんわかして自然ないい顔でしたね。元仲間も困っているなら、退場なり自身で道を選択する人たちだと思います。 それぞれの選んだ道がどう進もうと違う選択をした人のせいにしたり足を引っ張る人たちではないと思います。どちらに対しても失礼な発言ですね。TBS プロデューサーの発言。さらに TBS のプロデューサーでドラマビューティフルライフやアンナチュラルなどを担当してきた上田博樹氏が X を通じて厳しい発言を行ったことで物議を醸しました。 彼は自身が連会談であることを明かし、岸、長瀬、高橋の三人に対して以下のようなコメントを述べました。人って道を踏み外すと顔つき変わる。元仲間が困っている時に背中から切りつける真似は僕は好きじゃないタイミングは他にあっただろうと僕個人は思いますけどね。他の方法もあった。自由はあるが配慮のかけらもなかったよね。 まあ、それは個人的意見で、彼らの幸せを祈ります。触れることはないですよ。この発言に対しては多くの非難の声が寄せられ TBS プロデューサーとしての彼の行為が物議を醸しました。岸優太の飛べ合流は、ファンと業界内で大きな注目を集めています。特に、長瀬角と高橋山のファンである連海ンたちの間には、複雑な感情が渦巻いています。 さらに TBS プロデューサーの発言により、岸、長瀬、高橋の動向に対する議論が激化しています。今後の彼らの活動には、ファンとの信頼関係の修復が必要不可欠となるでしょう。修復